みなさんこんにちはバカネコシーナですいつもチャンネル見てくれてありがとうチャンネル登録もほんまにありがとう単純に過去完了形現在完了形そして未来完了形について少し勉強しましょうよしいくで英語あるあるその4パーフェクトテンスまず 現在考量計のよく間違える例文を見ていきましょう。猫を見たことがないんです。I have never seen a cat before。これは何の問題もないんですが、よく間違えるのはこれです。猫を見たことがあります。I have ever seen a cat before。ではなく、I have seen a cat before です。 文章の最初は I have ever と使いませんが have ever のパターンは他の文章で使うことができます過去完了形の場合私があったことがある猫の中で一番バカな猫でした She was the dumbest cat I had ever met 現在完了形の場合 私が会ったことがある猫の中で一番バカな猫です。she is the dumbest cat I have ever met。未来感情形だったら have ever って使いません。まだ会ったことがない。今日の終わりまでに私は一番バカな猫に会います。by the end of the day. I will have ever met the dumbest cat ではなく By the end of the day I will have met the dumbest cat しかし順番が変わるとつまり ever を最後につけるとカジュアルな話言葉になります By the end of The day. i will have met the dumbest cat ever. もう一つですが、前言った通り、I have ever seen a cat before は間違ってるんですが、have と ever の間に、only を追加して、I have only ever っていうパターンを聞いたことがありますか次のように使います。過去完了形の場合、私はバカな猫を一回だけ見たことがありました。I had only ever seen a dumb cat once。現在完了形の場合、私は バカな猫を一回だけ見たことがあります。I have only ever seen a dumb cat once。未来感情形の場合、もし今夜死ぬとしたら、私はバカな猫を一回だけ見たことになります。If I die tonight, I